でまあ、ズバリは結論から言うと、今私が発明したナチュラル免疫用に対して、先生が、はい、1000% 同意してます。ありがとうございます。はい、もうこれしかありませんね。うん、で私のですね、ナチュラル免疫療法に関しては、まあ、これまでね、さまざまなコンテンツ、そしてビデオメッセージをですね、伝えているので、まあ、なんとなくはね、ご理解されていると思うんですが、じゃあ、なぜ現代医療をされている法学院長、本学医師が、なぜナチュラル免疫療法に賛同されたか、そうですね、支持されたかというお話をですね、お答えいただければと。はい、昔から、はい、もう大昔から医者といえば病気の人を治して元気にして、もう医者も薬もいらない状態になるという、これが本当の医者でございますが、まあ現代の西洋医学というのは、まあ病気でも何でもないような元気な人をなんか変な病名つけて病人にしちゃって、で出す薬といえばもう、それ飲んどったら死ぬような毒ばっかりを、しかも死ぬまで飲ませるという、だって元気にするということはもう薬もいらん、医者もいらんという状態にせにはならんのに、もう死ぬまでこの薬飲みなさいとか、ほなお前病気一個も治してないじゃない、それでもお医者さんですかとか言って、まあ逆に聞きたいわけです、そういう現状なんですね。はい、なんでね、がんがね、もう、そうですね、全然治らなくなって、どん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 がんで死ぬ人が増えてんだろうかと。これは一体、西洋医学はがんに対して何をやっとんですかという、全然治さないで、ただがんで死ぬ人を増やしているだけということは、そうですね、はい、これはまさに、発がん率も絞るんですね。病院がね、がんを治してやるんじゃなくて、がんという病名をつけて、人を殺してるようなもんですよ、これ殺人医療といいますが、だからもう全然治してない、はい、病気を、はい、まあ、全く医者じゃありませんね、はい、ところがね、日本人はね、まあ、医者じゃない人がね、病気を治すって、昔からね、文武両道のね、先生というのはね、そのナチュラル免疫療法の、まあ、一番その皆さんが興味あるところは、免疫食事療法が結構その、あると思うんですね、そして先生もその漢方医療されてるじゃないですか、そのなんか共通点を先生がですね、まあ、明快にお答えいただくと、はい、ご覧になっている方々は、はい、ナチュラル免疫療法にまずどういうふうに興味を持たれて、先生の、まあ、山のてっぺんは一緒なんですけれども、はい、まあ、ナチュラル免疫療法と先生のご流儀はちょっと違うので、そのあたりまでちょっと、説明していただきます、まあ、やり方は違うんですけど、はい、山のてっぺんで同じ、先生、やり方は違うんですけど、山のてっぺんの状態というのはね、はいはい、この元気のさ、はい、そうですね、骨をね、はい、整えるっていうのは、これが一番重要なんです。はい、骨を整えて管をまっすぐする。そうですね。で、ナチュラル免疫療法で一番大事なのは、大腸の中の環境を、はい、江戸時代のように、はい、そうですね、今現代人の腸の大腸の中がみんなアルカリ性になった、はい。アルカリ性、そうですね。まあ、これが、まあ、アルカリ性になると、江戸時代は酸性だったのに、現代人はみんなアルカリ性、はい、この違いがみんなの病気を作っているアルカリ性の腸内環境を、まあ、先生 ナチュラル免疫療法の免疫微生物が、江戸時代と同じ酸性に戻してくれるという、はい、そしてまあ江戸時代の方々の腸の状態が pH いったら、弱酸性から酸性、そしてその状態で何が起こっているかというと、免疫微生物がの種類と数が豊富にいることによって、さらに免疫細胞が活性化するということなんですよね。でその状態を現代人の胃腸の、大腸小腸の腸の状態を戦国時代江戸時代の状態に持っていく、まあ、そこにまた今日、まあ、ご興味を持たれたってことですね。まあ、それがもう本当の、はい、真髄なんですけど、はい、それにはね、やっぱり腸の環境をね、はい、まあ、
免疫微生物を飲んだらすぐね、はい、アルカリ性から酸性に戻るというもんじゃないんです、はいはい、なんでかいうと、もちろんそうですね、現代の人はね、はい、みんな骨が曲がっとんです、はい、骨が曲がるとね胃腸管も曲がるんですよ。ああ、そうですね、はい、あの胃腸管の曲がってね一番困るのはね、はい、あの流れが鬱滞するでしょ、はい、流れが鬱滞したら、うん、何が起こるかというと便秘が起こる。便秘が起こりますね。便秘が腸の中の環境を、はい、現代人の腸の内の環境をアルカリ性にしてしまう、はい、だからね、で先生、栄養素の吸収が小腸 で大腸が総毒物の、うん、そうっていうお話をされてましたよね。そうですね、はい、まあ小腸の周りには免疫の主役である白血球がもう全身の白血球 の、はい、総数の6割以上が小腸の周りに、はい、びっちり張り付いて、はい、ね、食べ物というのは、まあ、養分と毒が一緒に食卓に入ったものをみんな消化して吸収するんだけど、はい、小腸で吸収するのは養分だけ。養分だけなんですね。毒はね、はい、白血球がブロックするんです。はい、白血球ブロックする。だから、まあ小腸で吸収してる間は養分だけ吸収して、養分だけ吸収する。でもう小腸が終わって大腸に入った時には養分全部吸収しちゃって残ってるのは毒だけで、毒、はい、だから大腸に入った時点でうんこというのは、はい、まあ猛烈な毒物になるわけです、はい、まあ、スカトルインドール、はい、もうこれがもう、まあ、動物の中で一番強い毒なんです。はい、人間のうんちが、はい、でそれが便秘でまあ、動物はねみんなね便秘ないんですよ、はい、大腸に毒の塊のうんこが入った途端にもうすぐ外に出してしまう。だからもううんこの毒が全然体に逆流してこない。うん、逆流してくるのは便秘した時だけです。うん、だから人間はみんな便秘になってるから、現代人は大腸はもともと水分だけを吸収するんですけど、で適度な硬さにして大腸を動かしてと外に放り出す働きがあるんだけど、はいはい、これがねうんちが すぐ出ない状態になっていると便秘で固まってしまうんですね。大腸の中で 毒と一緒に、で大腸はその間に水分と一緒に毒まで再吸収して、はい、でそれが血液に入って、はい、白血球、小腸の白血球を後ろから襲うわけですわ。それでも白血球、免疫の主役の白血球がみんな弱ってしまって、うん、ほんで、まあ、現代人が江戸時代の人になかった変な病気だらけ、がん、うん、成人病、糖尿病、糖尿病、はい、まあ、生活習慣病ですね。そうですね、まあ、動脈硬化から、うん、はい、あとはアレルギーですね、はい、アレルギー性の病気、はい、ああいうものね、あと腎不全も増えてますから、まあ、腎不全ね、はい、うん、まあとにかくそんな現代人の全ての病気はね、うん、